吉田さん、まあ義理と人情ではないですけどもね、その任侠とか極道の中に生きる者にはそれなりのルールがあるんだろうなと思うんですが、今回ね死刑判決に至った時に私の考えの中でそれはねえだろうみたいなところが、まあ、2点ほどあるのは、一つはね、やっぱりこう工藤会といえども警察とその権力者と協調してやったところがあるんですよ。で、今現代令和の時代になっていわゆる反社会勢力というのか指定暴力団というのか、そういうところが警察から見てもう不必要なくなったかなと、俺たちでもうやっていくよみたいな感じになっちゃったんで、なんかね殲滅を図ってるんじゃないかなと、だからそれに対してそれはないぜみたいなことになったんじゃないかなと思うんですよね。まあそれはちょっとわからないですけども、もう一つはね、まあ、基本的にこういうふうないわゆるあの銃をね茶花を渡してお前あいつ弾いてこいみたいな指示はないんですよ。でも工藤会っていう組とか、まあ、あの極道の世界っていうのは親分は多分こうやってほしいんだろうなっていうふうに察して勝手に行動して、で勝手に仕事をしてくる、まあ、それができる人が出世するんですよ。だから明確な指示はしないですよ。それはただ使用者責任っていうのがあって、組員がやったことは全部組長の責任っていうふうになってるんですよね。だからそれが結構今回ややこしくしてきたのかな。特に今回の件って分かんないですけども、すでに実行犯は処罰されているから終わっているはずなんですよ。なのに、なんかね頂上対決とか言ってそれを持ち出してきてなんかやってるっていうところがどうなのかなっていうところでしょうね。確かに暴力組織、一般市民にまで手を出してね、ちょっと怖い存在なんでそこは容認できないんですけども、こと法の精神で全ての人間に平等をと歌うなら今回は平等ではなかったんではないかなというふうな意見もあるでしょうね。でまさに当事者の方、ね、74歳死刑もしくは無期懲役、あの最高裁もありますけども、まあ、基本的にはもうねここで決まりみたいなところはあるんじゃないかなと思いますね。でも今回の使用者責任によるね死刑が決まっちゃうと、これあらゆる組織に対して当てはめられる可能性があるんで、私も他人事じゃないなと思いますよね。だからますます社員を雇ったらとんでもないことになっちゃうと。だから業務上過失致死とかでね、例えば運送会社の社員が人を引いちゃいました、そしたら運送会社の社長も同じようになんか懲役食らうのかなっていうことになっちゃうんじゃないかな。これちょっと解釈のしすぎかもしれませんけども、徐々にそっちに向かっていくとしたら怖いなと。例えばね、権力者側があるなんか潰したい会社に社員を送り込んで、その社員に犯罪行為を犯させといて組織ごと潰すみたいなこともできちゃうんじゃないかなと思うんですけどね。だから今回、まあ、極道組織の話ですけどね、じゃあ内定捜査に入ってスパイ活動している、厚生労働省のマトリとかがね、ある組織に入ってなんかね、なんとか組ってとこに入って活動して、じゃあ使用者責任として証拠を持ってその組織のトップを罰するっていうね、この出来レースもできちゃうんじゃないかなと思うんですけどね。なんかその辺すっきりしないところがあってね、これはコメント欄でね、教えてくれる人がいたらまた聞いてみたいなと思いますけど、いかがでしょうか。それでは本日は以上です。